青木切り返してつくのは山田ですが、面白いですね。ふわっと浅野のヘディング、決まった。すぐさま札幌勝ち越し。浅野得意の裏抜け、一瞬のスピード、いや一気にゲームが動いて目が全く離せない展開。まあ、ここまで動くとは思ってなかったですけども、はい。まあ、ここですね、ここで青木選手が切り返して時間を作る、